はい、こんにちは、ペソでございます。スーパー倉庫版、続きやっていきましょう。さあ、今日から、引っ掛けコースというのをね、やっていきたいと思います。まあ、いやらしい面が続くんだろうね。あえ、歩数は150で行かないといけないんだ。あー、こんな感じでいいんかしらね。あ、違う。で、出しちゃうと、全くこう行く必要がないんだ。あ、これ間に合うんかな。もう100歩だよ。おい、行き過ぎだ。あ、ギリギリだ。おい、あ、危ない危ない危ない。うわ、42歩か。はい、次は、これも110歩で処分しないといけない。そういうことか。なるほどね。これダメだ。多分ね、一回出しの、で、こうやってから、よいしょ。はい、来ましたね。ちょっとひとひねりが必要な感じの面ですね。あ、この面もちょっとやらしいね。こっちからですね、おそらく。で、こう行くべきなのか。まあ200歩あるんで、ね、よいしょ、こういうことですね。よいしょーと、はい、来ました。簡単に見えるけど、ちょっと考えさせられる面ですよね。ここはまあ入れないと仕方ないで、おや、こういうことか。あ、違う、積んでる。
と違う違う違う。こういうことか。別に焦らんでもいいんだ。あっとと、ちょっと歩数もったいないからね、念のため。うん、うわあ、もうこんな目序盤で詰まってたら先が思いやられるな。これはいいとして、1,2,3 歩、あー、そういうことか。まあのはごめんなさい、いいとして、うん、ごめんなさいね。ここまではいいで、対策を考えないといけない。レグルリン長。さあ、もう5面で詰まり出しましたね。難しいな。これは良さそう。あと一旦戻せばいいのか。やり方はね、すごい予想ついてるんですけど、それに至るプロセスが分かんないな。
あれやれや、これをまずいっちゃおうか。で、引っ掛けなんで、あーごめんなさい、いやいやいや、ちょっと困った。になっちゃうね。いや、このルート確立して。わけだから。
迷うね。違うような気がするなぁ。いや、違うね。どういうふうにやればいいんだ。
うん、難しい。ごめんなさい、全然わかんないや。いや、こうやると詰まるもんね。ああ、こういうことか。入れといて。
わあ、ごめんなさい。ちょっと今回ごめんでお手上げですね。ちょっと練習してから、また次回ちょっと続きやってみたいと思います。今回はここで終わりにしたいと思います。すいません、ありがとうございました。それではさよなら。